小道具のについての説明第3弾なんですけど、まあもうあまり話すことはなくってですね、言い忘れたかなということと、残りの道具やらにと雑談なんかをしようと思います。このボトルネックスライドバーですけど、これは私が長々時間かけて作りましたって話しましたけど、金属加工、ガラス加工か知りませんけど、DIY ホームセンターとかでお願いするか、自分で機材を使わせてもらうか知りませんけど、そういうのでやれば、まあ、その日のうちに完成できると思いますね。両脇を切って、それでこう、あれね、磨く、バフだかなんだか磨けばできてしまうでしょうね。まあご存知でしょうけど、一応言っておきます。あとナイフですけど、当時のブルースマンたちが演奏中に回したりしてたんじゃないかなって私考えたりするんですよ。回し方は分かりませんけど、こういう回し方か、シャーペンを回すような回し方か分かりませんけど、そういう芸があったかもしれない。まあそうじゃなくても、暇つぶしと練習がてら、練習っていうか、指の運動がてらにこう畳んで回したりという癖を持った人が結構いたんじゃないかなと思います。可能性は、身近な小道具を使ってこういうことをしてた可能性は高いと思います。それでこれは指の独立性を高めるのにいいと思いますね。それと物なじみを良くするというんですかね。そういうことに今やっても役立つことだと思います。まあ何でもハーモニカはちょっと痛いところがあるんですけど、サイズ的にはあんなものがよくて、ハーモニカだとか、ライターだとか、まあペンもいいだろうし、まあ私はこけしなんか使ったりもします。太いものから細いまでやるといいと思うので。あとコインですね。マジシャンがやるような、美麗なコインウォークって行ったり来たりする、ああいうのできればいいんでしょうけど、まあ指一本一本をがっちりこう掴んでいくということが必要なんで、こういうぎこちないおっすのろいやり方でも十分というか、むしろこれがベストなんじゃないかとさえ思ってる。こういうの練習は、私はギターさばきの名手でも何でもなく、いやむしろ下手な部類だと思うので、私がこういう練習方法を紹介しても説得力はないので、お勧めしてもいかがなものかとは思いますけど、まあ想像と含めて紹介するのは悪くないと思いますので。あと、このカポは普通のものというか、もともと持ってたものを、あるものをあるだけ各ギターにつけて固定して、固定っていうか、まあ
してますね。サンピックは私は左利きなので、左利きは日本では谷口楽器というお茶の水にある左利きの楽器を多く取り扱ってる店でしか売ってない、通販で買えるんですけど、それなんで結構大変なんですよね。まあ旅の時も当時は指弾きを重要視していて、していたせいか1個しか持っていかなかったみたいなんですよ、サンピックを。それでそれをある時なくしてしまって、それで大阪やら京都やらの主要大きそうな町の降りては楽器屋巡りしてしてましたけど、まあ左利きの用なんて全く置いてないです。まあ京都のある楽器屋でダンロップのサンピックは左利き用があるけど袋売りしかしてませんって言われて断りましたけど、さすがに。まあそんなこんなで勝手に飛び出た身なのに、ずうずうしく家に電話をかけて送ってもらえないかと親父が出て緊張しました。そういうお願いし、郵便局止めでお願いしたことありますね。それがまた郵便局のミスで届いていたにもかかわらず届いていないと言われて、何度も通って、そしたらやっと調べてくれて、なんかどっかの隙間に落ちていましたとか言って、まあそんなひどいこともありましたけど、まああとは弦ですかね。弦は昔友人とブルースマンは高音源は太く低音源は細くなんていうのを使ってるんじゃないかなって話したりもしましたけど、私もその旅の前あたり前後ヘビーゲージが適切なんじゃないかなってアコースティックギターに思って検索しても出なかったので、そういうふうに仮定してヘビーゲージを使ってましたけど、とにかくよく切れるんですよ。まあ前その日のうちに切れることもあるし、長くても1ヶ月もたないくらいでバンバン切れて、あまりお金もないのでブリッジ側が切れたらエンドピンに結んで使ったりしてましたけど、さっきのサンピック探して楽器屋回ったりした時もヘビーゲージもバラで買ったりしてしてましたけど、帰ってきて調べてみたらあっさり、当時はミディアムゲージしかそもそも売っていなかったということが分かって、まあこの件は決着がつきましたね。ライトゲージさえ貼らなければミディアム、まあそれほどライトゲージはもう明らかに演奏が違うストローク向けの音になっちゃいますけど、まあミディアムからヘビーぐらいだったら大差ないんじゃないですかね。私もずっとこうあり合わせのエレキの弦であったり、多少ミディアムゲージのぴったり合ってない太さのやつとかも適当にガンガン貼ってこだわりなく使ってますけど、なぜか切れなくなってしまってきて、それがもうあまりにも切れない
3年とか5年とか平気で経過しても切れないぐらいになりましたね。なんかそのブリッジとかが、バリとかがこう削れ磨かれてきたのかもしれないし、私の演奏が強く弾いていると思っていても力がかからなくなってきたのかもしれないし、よくわからないんですけど、とにかく切れなくなってきましたね。こっちの板自体もずっと使ってて、もうボロボロで、なんていうか弦の交換もできないっていうか、ちょっと動かしたらガチャーンとこう一周回ってしまうようなやつもありまして、あんまりだから弦交換自体困難になってきてるんですよ。それでチューニングも、なんていうか、コードを押さえた時は高くなるけど、開放弦では低くなるぐらいの、曖昧なになってきて、時間が経つと、弦の時間が経つとそうなってくるんですけど、だからそのいいとこ取りをした、いい加減なチューニングになってるので、私の演奏でちょっとピッチが悪いなとか気苦しいところはあるかもしれませんね。そういう仕方ない部分もあるのです。だいぶ話がそれましたけど、これにて道具編はとりあえず終わります。